CD45 または PTPRC は人では PTPRC 遺伝子にコードされる酵素である。当初は白血球共通抗原と呼ばれていた。PTPRC 遺伝子によってコードされるタンパク質産物は CD45 として最もよく知られており、プロテインチロシンホスファターゼファミリーのメンバーである。PTP は細胞成長、分化、 優位と分裂サイクル、発言性形質転換を含む、様々な細胞過程を調節するシグナル、伝達分子である。CD45 は、細胞外、ドメイン、一本膜貫通セグメント、二つのタンデムな細胞内触媒ドメインを含み、需要体系、PTP ファミリーに属する。CD45 は、I 型膜貫通タンパク質で、赤血球と形質細胞を除く。 分化したすべての造血系細胞に様々なアイスォームで存在する。CD45 は T 細胞受容体や B 細胞受容体を介したシグナル伝達に必須の調節因子である。その機能は細胞外ドメインを介した抗原受容体複合体の構成要素との直接的な相互作用、または細胞内ドメインを介した抗原受容体シグナル伝達に必要な 様々な SRC ファミリーキナーゼの活性化である。また CD45 はジャックキナーゼを抑制し、そのためサイトカイン需要体シグナル伝達の負の調節因子としても機能する。この遺伝子には選択的スプライシングによる転写産物バリアントが多く存在し、それぞれ異なるアイソフォームをコードしていることが報告されている。 CD45 の様々なアイソフォームに対する抗体は免疫組織科学的な免疫細胞種の区別やリンパ種や眼種の組織断片の鑑別のために一般的に利用されている。CD45 タンパク質ファミリーは複数のメンバーから構成されるがすべて PTPRC 遺伝子の産物である。この遺伝子は34個のエクソンからなり、 細胞外ドメインと細胞内ドメインの双方が非常に大きい巨大なタンパク質を産生する。エクソン4、5、6は選択的スプライシングを受け、この3つのエクソンのすべての組み合わせによって最大で8種類の異なるタンパク質が産生されうる。CD45 の巨大な細胞外ドメインは高度にグリコシル化されており、これらのアイソフォームの速さの構造には 大きな多様性が存在する。アイソフォーム間の際は、タンパク質の N 末端領域に生じる。この領域は、細胞から直線的に伸び、大結合型動作が存在している。CD45 のアイソフォームは、細胞肢と文化段階に特異的な発言を示し、そのパターンは哺乳類で、極めてよく保存されている。これらのアイソフォームは、 免疫細胞の種類を同定識別するマーカーとしてよく利用されている。内部 T 細胞は通常 A 領域のみを含む CD45RA を発現している。最も短いアイソフォームで A、B、C 領域をすべて書く CD45 ローは活性化されたメモリー T 細胞や一部の B 細胞、活性化された探求やマクロファージ、下流球で発現している。 B 細胞は3つのエクソンをすべて含む CD45R を発現しており、B220 とも呼ばれている。B220 の発現は、B 細胞に限らず、一部の樹状細胞などでも発現している。PTPRC は次に上げる因子と相互作用することが示されている。CD45 は HCMV のウル11、タンパク質と相互作用することが近年示された。 この相互作用は T 細胞の機能的麻痺を引き起こす。さらに CD45 は D 種アデノウイルス 19R 型の E349 系タンパク質が NK 細胞と T 細胞の活性化を阻害するための標的であることも示されている。CD45 はすべての白血球に存在するチロシンホスファターゼ活性を持つタンパク質で 増血系のシグナル伝達の調節に関与している。マウスや人の非形質転換型増血系細胞では CD45 と脂質ラフトとの強極剤は見られないが、急性骨髄性白血病への発眼性形質転換によって CD45 は脂質ラフト内へ位置するようになる。オムル細胞での CD45 の脂質ラフトへの強極剤は、 白血病細胞の増殖に関与する GEM、CSF シグナル強度の増加に寄与する。マウスには CD45.1 と CD45.2 という2つの区別可能なアレルが存在する。これら CD45 の2つのタイプは機能的には同一であると考えられている。そのため、これらは細胞を区別するためのコンジェニックマーカーとして科学研究で 一般的に利用されている。例えば CD45.1 を持つ共有体マウスの白血球を CD45.2 を持つ宿主マウスへ移植することで、その後 CD45.1 の発現によって移植された白血球に由来する細胞を同定することができる。この技術はキメラを作成する際に一般的に利用されている。他のシステムとして CD90 のアレルも CD45.1、CD45.2 と同様に利用されている。ありがとうございます。